どうもエルザです。それでは動物の森やっていきましょうということで、次の日になりましたんでね、ちょっとニュースでも聞きましょうか。今日は雨だけどちょっと雨強めかな。皆さん、たぬきちななも、ただいま2020年3月24日火曜日と。さて、ニュースは何かな。お、エルザレッドに 100% という方が新しく仲間入りしただのも、猫ちゃん、猫ちゃんだったかな。ですです。さあさあ、じゃじゃーん。そうです、翌日になったので博物館がオープンしました。やったね。いや、長かった。もし魚、化石、それぞれの展示室があるとっても立派な博物館なんだもーと。館長の風太さんによると、展示品の傷や化石の鑑定は24時間いつでも大歓迎。入館料も無料だから、いつでもお気軽にどうぞなんだもーと。もう記念セレモニーもあるみたいだね。はーい、今日は雨だけど、へえ、そうだね、今回は、博物館と新しく来た 100% ちゃんのところかなに行ってみようかね。いやー、どうだろうね。博物館気になるんだよな。やっとね、この辺りが片付くんでね。ん？スマホが鳴っている。この雨の中。もしもーし。こちら、たぬき商店つぬきちでーす。ああ、はいはいはい。4万円ぐらいね。いいえ。いいえ。あ、そうだ。で、ちょっといろいろとやってまして、たぬきマイレージプログラムの、これがね、マイル交換でしたやつが、あるんだよね。ハッピーホームだね。おう、キッチン。アイテム届いたね。100% ちゃんが来たね。今日のトレンド、エルダちゃんの家、部屋を増やしたんだってね。そう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 。家をね、増築して、また借金を返さないといけないんだけど。一部屋、増えました。いやー、やっと増えたよ。全然通れねえな。まあ、家の紹介はね、最後あたりにしよっかな。とりあえず、もらったもの開けましょう。スマホのリメイクキットですね。これが、ちょっと気をつけないといけないのが、郵送なんですよ。で、こういう風にね、2つ来るんで、電子レンジと、コーヒーミル。あ、コーヒーミルいいね。コーヒーミルいいよね。で、ちょっとここに。さあ、そしたらセレモニーを。あ、いいや。セレモニーをね、ちょっとね、見に行きたいなぁと。雨が降ってるけどね、まぁ、ちょっと仕方ないなぁと思いつつ。じゃあ、雨の中のセレモニーと行きますか。もう仕方ない。もう仕方ない。単純に仕方ない。雨が降ってるのはね。まあ、これも、一挙ということでね。はいはい、どうもどうも。よくなっちゃった。ということで、ローンを組ませていただきます。あ、パスポートの STM からお願いするだろうと。了解。そしたら、もう先に返済しますよ。もうね、まとめてみたいんでね。お、200マイルもらえるんだ。でかいね。まあ、こっちは一番持ってるけどね。さあ、ローン返済。預金。全額。はい、一括返済。さあ、家のローン全部払い終わったよ。んじゃ、ってなると。はい。まあ、どうしても完済してくれたってことは、やっぱりその、今のお家でも物足りない。あ、やっぱまだ増やせるんだね。おお。そうだね。家を大きくして、問題はないんで、マイホームの相談先にしておいて、おい、増やせるね。20万増えた。いやー、お願いしよう。
収納ができるのは本当に助かるからね。だから発色だともうないんだよね。でもまあ緑の家にしよう。はいはい、はい、またこれはまた別の配信日でやりましょうか。さあセレモニーを、あの博物館まだちゃんと見てないんで、ちょっとね雨降ってるけど行こうかな。さあどうなってるかね。おーすごい博物館っぽい。あー場所ここでよかったかな、なんか変えとけばよかったなって気がするね。ただいまより博物館の完成セレモニーを取り行います。てかおかしくね、お前ら2人だけ傘さしてんのにこっちの住人誰も傘さしてねえぞマジかひどいな。せめて代表者だけでも。はいありがとうだの。そうだね、何もなかったけど博物館がねできたしね。おいフータ挨拶しろフータ。はい、エグゼレットの皆様ご紹介に預かりました。フータと申します。このような立派な博物館をオープンすることができ、感無量でございます。それも皆さんのご協力があってのことと、この島の豊かな生態系を生かして魅力あふれる博物館を目指して運営してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。フータくんかわいいよね。おしゃれだしね、あの見た目もね。はい、どうもありがとうだの。建設に多大な貢献をしてくれたエザさんに島民代表して一言いただきたい。しゃーないなーって一緒かいこれしかダメなの、他にないの。やったね、めでたいね、めでたいだな今回はな。いやーにしてもこの髪型可愛いな。やっぱ本当にその通りだの。エザさんどうもありがとうだの。では皆さん最後にあれの準備お願いするだのと。そうだね、シャッターチャンスが取らずに、博物館の完成のお祝いと僕らのエルザレットのますますの発展を願いまして、よーイエーイ。いやー雨がね雨が降ってなければな。はーい、じゃあ、とりあえず博物館を見に行く前になるべくね、いろいろ渡しておきたいなっていうのがあるんで、ちょっと道具の整理してから一気に渡していきますか。じゃあ、ちょっと一回整理して、博物館のところから開始にしたいと思うので、一旦、早送りかスキップでね、行きたいなと思いますので、少々お待ちを。はい、ということで、全部渡せるものは渡しました。で、ここで、あ、まさかの鑑定か。そういえば鑑定してもらったね。そう、ね、追加で鑑定とかもしたので、ちょっとね化石がね、まあ、見栄えが変わってると思うんで、じゃあ、見ていきましょうか。せっかくなんで、まずは左が武士、右が魚、上が地下が化石と。じゃあまずは虫から見ていきましょう。おーすごい、こんな感じになってるの。おー半妙。ここは、あーここはセミポイントっぽいね。いやー半妙こんな感じで飛んでいくよね。おすごい、え、これはゲンゴロウ、タガメ、アメンボ。あー確かに虫だ。つくつく帽子。ちょっと寂しいね。さあさあ、ここは蝶だね。蜜蜂。そう、蜜蜂ゲットしたのよ。半妙。お、カマキリ。あれ？カマキリだね。虹色クワガタ。そう、虹色クワガタゲットしたんだよね。そして、ここには、なんかこうタイミングがあるのかな、蝶が見れるタイミングがね。さあバイオリン虫と、
が、そう、鬼ヤンマもゲットしたんだよね。めっちゃ早かった。いやー、なかなか捕まえるの大変だね。ここは、多分クワガタ系とか、なんかレアなやつが来るのかな。特にいないね。そしたらちょっと左行ってみようかな。さあさあ、結構、ブロックとして一箇所だけなのかなと思ったんだけど、どうなんだろう。おー、すごい。あ、びっくりした。いきなり目の前に物が現れたから。アゲハ、アレキサンドライ、トリバネアゲハ。もう言えてないね。はい、モンキチョウ、モルフォーチョウ。まあ、こんな感じで見れるってことだね。じゃあ、こっちは？いや、結構ね、なんだかんだ捕まえたのよね。これは、ダンゴムシ。ムカデ。が。なんかね、分類がね、あ、そうそう、これ、ハナカマキリ捕まえたんだよね。すごいよね。綺麗だよね。ギアレになったけど、さらに綺麗になった感じがするな。このハムシ。この葉隠れね。この辺りは多分時期的にまだかな。多分、アサリとかも、入れれるのかな？こうなってくるとね。さあ、バッタコオロギ、キリギリス。スズムシもいるかな？僕は季節が秋なんでね。うわ、すげえ。すげえ、気持ち悪い。マジで、めっちゃ気持ち悪いな。いや、蚊一匹しか捕まえてないはずなんだけど。大ゴマダラ。いや、すげえな。ちょっとリアルになった分、ああいう演出はちょっときついね。さあ、フナムシ。ヤトカリ。お、すごい。多肉植物ってか。いや、一つ一つ凝っててすごいね。さあ、一応虫コーナーはこれで終わりみたいですね。じゃあそこに蜂もいるね。じゃあ次は、そうだな、先に化石行こうかな。魚の方がだいぶ見応えがあると思うんで、次、化石。化石はね、さっきちょっと新しく追加したんでね。さあ、これは、三葉虫だね。有名なやつ。ここは、ここら辺は、一人で見れる感じか。あの、カニってそこなんだ。へぇー。さあ、さらに、巨大な化石見に行きましょう。ってことは、普通の化石で、あそこまであるのか。さあ、何もない。おぉ、上になんかある。これは繋がってるんだね。ディプロドクス。足りない部位発見された方、大きい像を心よりお待ちしてます。これね、今からガチャになってくるんだろうね。ジラマイヤ。ちっちゃ。思ってるちっちゃ。おお、サードインパクトかな。いやー、隕石落ちてきたからね。そう。いや、こうやって見るとめちゃくちゃ化石必要だね。スピノサウルス、頭がゲットできました。パキケファロサウルス。こっちはトリケラトプスの胴体で。でっけえ。パラサウロロフス。尻尾だけ。いやー、これも厚めがあるね。ここ上、なんか見えたけど。ここ視界はちょっと変えれないんだね。おー。じゃあ、ちょっとこれ右行こうか。いやー、なんかね、頑張ったのがこういう風に見れるっていうのは、いいことだね。お、そうそう。マンモスもね、頭だけ。これはメガロケロス。全然わかんない、これ。半分って感じだね。頭とはあるのかな、あとね。いやー、ちょっと楽しみだな、見つけるの。まあ、水族館とかもなんだけどさ、結構、こういう動物園的なものとか、結構こういう化石とかね、見れるの結構好きなんだよね。動物園は特に。水族館とかもどこそこ行くからね。いや、ジンベエザメとか、ああいうの見れると結構楽しいとか、テンション上がるよね。さあ、一応化石はそもそもそんなに集まってないので、こんなもんだね。
まあ離島に行って化石集めたりとか結構うまいことしないといけないね。じゃあ最後水族館に行きましょう。そう、水族館がね、あの僕釣りがこのゲーム好きなんでめっちゃ釣るのよめっちゃ釣ってたらね、結構綺麗な魚とかレアなやつが出た気がするんで。さあ金魚グッピーで、こっちから見るとベタ、かっこいいっていうか、これめちゃくちゃ綺麗だよねベタね。レインボーフィッシュ、エンゼルフィッシュ。お、知り合いさんが入ったみたいですね。さあカメ、この辺りが、ブルーギルとかこの辺りはすぐ釣れるよね。コイ、スッポン、あとは、土壌にナマズ、多分ザリガニ、ガーだね、ちょっとレアというとね。パイク、パイクもゲットしてます。カミツキガメ、これが高いお金換算。あー、こっち来るとちょっと大きいのが出てくるか。じゃあ、あ、右側は後でね。で、ここはヤマメだね、ヤマメで、ドンコにアユ、フナで、ティラピア、ウグイと、まあウグイは結構レアっていうか、そういう感じだね。で、サケ、キングサーモン、上海ガニと。上の方に行くとまた魚のコーナーらしいね。じゃあ先にこっちの右側見ていきますか。どうなるかな。さあここで見えますが、そう、ピラルク、いやーゲットしたよこれ。確か160から2メーターだよね。 1.6 から2メーターぐらいのサイズになるんだよね。でアロワナと。ピラルク、アロワナもでかいんだけどな。そして黄金の魚ドラドだよね。どうしようかな、こっち魚から見ていこうか。さあどんな魚がねあと残ってるかってとこなんだけど、さあこちらはタツノオトシゴ、ハリセンボン、かわいいね膨れてなければかわいいよね。そしてサメだね、シュクモザメもゲットしました。ハンマーシャークか別名。さあこちらはイカ、よろしくやね、ウツボ、エイ、ちょっと待った、映画インパクトでけえなこれだけ見たらほんと人の顔にも見えるもんね。なんかちょっとサニゴンに、サニゴンっていうかあれだね、ポケモンで言うとあいつに似てるな、多分画像が出てるはずはい、ノコギリザメだね、これも結構レアかな。ヒラメ、あとはカサゴ、イシダイ、スズキ、いや、エイ、もうちょっと泳いでる姿でもいいんだけどな。さあこちら上がっていって、あ、そうそう、クリオネね、一匹しか捕まえてないはずなんだが、まあクリオネはねこう寒いところだからね、結構北極とかあっちの寒い国のところだ気がするな、いるのはね。で、クマノミ、ナンヨハギ、ファイティングにもだね、鼻ひげ、ウツボ。まあクマノミに関してはめちゃくちゃ警戒心というか喧嘩早い魚なんでね、実は可愛いけどね、喧嘩早い性格ですね。おー、でもねこれ角度変えれないからね。おー、こんな感じか、いいよね、こういう水族館のトンネルいいよね。結構ああいうトンネルはテンションが上がる。さあ続いてサメコーナー、多分あと2つか3つぐらいかな。さあまず1つマンボウだね、そしてジンベエザメ、ちょっとサメさん邪魔だよ。で普通のサメ、あれイワシっていたっけ、あとは、コバンザメだね、サメという名前だけどサメじゃないと。あとはこれシイラ、この辺りかな。あ、結構ねこの辺りがするの大変だったね、単純に。シイラ、アンチョビか、アンチョビ、こんな感じで群れてるんだね。いやでも水族館のこの色合いとかいいよね。やっぱジンベエザメか、ジンベエザメも詳しく言ったらサメじゃないよね。
マンボウ、サメ、サメって。まあでも意外とこう食べ合わないからああいうの大丈夫らしいよね。さあ、そしてそしてこっちが深海魚コーナーになるのかな。はっ、これはロームかな。いやこれ絶対体の等身的に合わないよね。子供の手なんかな、僕たちは。写真が撮れないと。さあ、これがね、デメニギス。これも深海魚で結構レアな魚らしいですね。売ると1万2、3000とかいくかな。で、今回目玉がこれ。リュウグウノツカイ。いやー、やっと釣れた、これは。結構魚の、その影は普通の影なんだけど、これはね、結構でかかったね、釣った時。いやー、綺麗だな。深海魚ねー。いいよね。リュウグウノツカイね。さあ。ということは、これで大体魚コーナー終わりかな。サメコーナーとなんかくっついてた感じだね。いやー、ねえ、BGM をね、結構いい感じのが流れるんで、よかったなーっていう感じですね。いやー、まあ4日目ぐらいなんだけど、その集まり始めて、ね、博物館でここまで見れたのはほんとよかったね。はい。ということで、まあ、ちょっと今回早いんですが、ここまでにしたいなと思います。まあ、ちょっとね、博物館メインで、ちょっと今やることとしてはお金を貯めたりとか、まあ、家を整えたりとか、そういうことが多いので、今回はここまでと。で、次回が3人目の方が来るのと、ちょっと話が進むかな。家の方もね、アップデートずっとしてるんでね、まあ、そのあたりもうまいこと。うまいことね。はい。で、そうだね。またちょっと話進めつつ、家の中もとか、衣装もちょっとちゃんと作りたいなっていうのがあるので、ちょっとそのあたりも頑張ってみようかなっていうところになります。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。あと、集まりに関してはちょっとね、ある企画を考えてますので、そこもちょっと配信が落ち着いてきたらやっていこうかなと思いますので、楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。